人なネーム、エッチなしんじくんさんからいただきました。ありがとうございます。花沢さん、こんばんもふもふ、こんばんもふもふ。僕はあることに気づいてしまいましたあ。気づいてしまいました。それは、手伝ってという言葉と、ツ出してという言葉が非常に似ているということです。<laughs> 花沢さんも日常生活で困ったことがあったら、さりげなく、ツ出してと言ってみてください。これ通用するかしらどう でもやっぱコンビニとか行くとさ、あの、ちゃんといらっしゃいませって言わなくても、やっぱりいらっしゃいませに聞こえるっていうのはあるじゃないこれはあるあるでしょうん。手伝って。うん。ちょっと、ちょっとさ、洗濯取り込むの手伝して <laughs>。ダメだな。今は手伝してだよね。むずいつのタイミングがいいんだろう。手伝って。えあ、もっと慌てた感じあー、なるほど。あ、なるほどね。 ああえあちょっとちょっとあのちょっとカバンにさ台本入らないからさちょっとケツ出してあダメだケツ出して <laughs> どうしたらいいんだえもっと慌てるもっと慌てるえっと何手伝ってほしいかな慌てる時の手伝ってなんだろうねえああああ,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 あミカいっぱい転がちっちゃったケツ出してあダメだケツ出して出ちゃった <laughs> 私さ、やっぱさ、声優だからさ、はっきり言っちゃうのよね決断してって。<laughs> 何言わせんだよ。ほんとにやめて。はい。